今夜のクリプトバーはブロックチェーンエンジニアの落合翔吾さんにお越しいただきました。落合さん、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。落合翔吾です。よろしくお願いいたします。落合さんとホットテイクという番組、このコネクティビーでも配信してるんですけれども、意外と鏡さんと落合さんがこうちゃんとコミュニケーションするの初めてという、いろいろねメディア上ではいろいろやってると思うんですけど、ちょっと今回はバーにご来店いただいていろいろ聞いてみようかなと。そうですね、まあ、ホットテイクやっぱこう業界の人のファンがすごい多い番組というイメージで、まあ、業界で実際こう、まあ、仕事をしてる私もファンとしていつも見てるんですけど、実は直接お話させていただく機会がなかったので今回楽しみにしておりました。じゃあ初めにちょっと落合さんが今ブロックチェーンエンジニアとしていろんな開発されてると思うんですけど、ここに至るまで、まあ、どういうことされてたのかっていうのを教えてもらっていいですか。まあ、九州出身で理系としてずっとやってきて、実験が大好きだったところから、まあ、ちょっと勢いで神経工学という脳みその方行って、まあ、工学機動体みたいな話ですね。はい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 。からのプログラミングを覚えてスタートアップ界隈を経由してインドネシアに気づいたらいたんですよ、プログラムをかける状態。まだ金融が未発達っていうか、こう力技で何とかしているような、しかもイスラムの規範がある中での金融っていう、あのあたり、その時にイーサリウムと出会ったんですね、2016。でこれまだガス代高いけど、早くする技術きっとあるはずで、それができたらすごいことになるぞインドネシアと思って、プラズマっていう高速化技術を研究してクリプトエコノミクスラボっていう会社を創業して、今は執行役員ですけど、はい、今オプティミスティックロールアップっていう形でイーサリウムは高速化もされました。メインネットあります、ユニサップスの上にあります。なんで僕は今ソリディティをすごい書いてて、ソリディティというプログラミング言語でスマートコントラクトを書くことで、国ってものを DAO っていう中心のない組織にしたり、じゃあ DeFi ってものがそこから社会にどういうふうに噛み合ってくるのかみたいなところを最先端で、普段ツイッターでいろいろ言ってますけど、僕プログラム書いたのを実名で公開しないポリシーでやってる。ああ、そうなんですね。そう、これはまあ法的な防御だったりいろいろするんですけど、ちょっとサトシっぽいですね。大事ですよ。まあそんな感じでやってます。でも最近は晴れと汚れっていう日本古来の心理的な力学を勉強したり言語化したりして、そことうまく国の DAO なり DeFi なりが絡んでいく予感はすごいしていて、その辺が関心ですね最近。現実的にはどういった形でその分散型の DAO、国の DAO っていうのが実現するというふうに考えられているのかっていうところと、なんかそれにまでのプロセスの課題みたいなところでどういうふうに考えられているのかって何か話していますか。めちゃくちゃシンプルで、投票っていうのをブロックチェーンでやること自体はイメージに難しくないはずで、ただその時問題になってくるのは2点で、本当に全員で全部の政策見るの無理でしょっていうところが出てくるんですね。まあ何千人か統計的に有意な数選んで個々の小さい政策を決めていって、まあ、その決めたものが不服だったら異議申し立てして変えていけばいい。ちっちゃい政策を断続的に1000人とかで決めていくっていう、その政策の審議数が2000個とか3000個みたいな、今って200個ですけど、ちっちゃく高速のイテレーションを回していけるようになるっていうのが直接民主主義のあり方になるはずで、その時にじゃあその話し合いって本当に1000人の話し合い、みんなの代表なのっていう疑問とかを、山中教授でもいいですし、明石家さんまさんがファシリテーターですし、そういう完全に信頼に足る人たちを専門家とかファシリテーターとして立てて政策の審議をしていくっていう形態、これをちゃんとやるためには確実に政府が操作できないランダムなナンバーが必要で、これはもうイーサリウムの出番ですね。政府でも絶対にいじれないランダムなナンバーっていうのはイーサリウムから取ることができる。なおかつ、まあ、ミャンマーとか、香港とかみたいに政府が暴走した時も、サトシ・ナカモトが今見つかってないように、匿名化技術っていうのはすごく発達していて、投票する一人一人がちゃんとアプリでポチポチやって、政府から身を隠せるような通信のマスキング、これもしっかりこなすことができれば、まあ、直接民主主義はおしまい、実装可能っていう形ではある。なので、すごく現実から実は地続きで、その大掛かりなシステムを作ったりとか、政府予算で何兆円かけて、やるっていう話ではない。オープンソースのやつちょいのちょいで始められる、実は。で、ハードルは国民発議っていう、その直接民主主義を法令の立案レベルでできる政策をスイスみたいに日本でも可能にしなきゃいけない。今の日本の国民発議は憲法のためなんですよ。そうじゃなくて立法のレベルでできるとより現実に近い。でなおかつ、まあ、ガラケーとかを未だに使ってる方ってやっぱり田舎にはいて、僕田舎に住んでるんですけど、実際にコミュニケーション取ってみて、やっぱりその壁があるので、まあ、デバイスのレベルとかで
触りやすいやつを作っていってあげなきゃいけないし、まあ、そういったところですかね、基本的には。だからすごく地続きで地道な努力だけでたどりをつけるものではあるんですよ、本来。まあ、ですから今政治のことって考えたくもないし興味もない人って多いと思うんですけど、そういう方にお勧めしたいのがこの本、絶望する勇気、スラボイジジュ。まあ、最近ジジェクさんっていうのはすごくあのツイッターの30秒動画とかで出ることが多い哲学者なんですけど、簡単に言うとね、 A 案も B 案もダメなんで絶望しましょうみたいな人、要はその極端な発想に行くなってことを言ってるんですね。 A しかないんだ B しかないんだじゃなくて、どっちもダメだからダメなりにやるしかなくねっていう、政治のことを考えると八方塞がりだったはずなんだけど、僕はもう悩んで悩んでその直接民主主義できるんじゃないかっていう、その前提への会議、汚れへの会議をすることで道が開けたんじゃないかなと思って、すごいきっかけですとか、僕はこの無人の兵団、 AI の兵団ですね、軍備が AI 化されていくような時代において国との関係性、パワーバランスどう変わっていくかとか、直接民主主義の国家において軍事というのはどういうふうに維持されるべきなのか、こういったものを勉強してたりします。と落合さんにね、バーに読んでる本持ってきてって言ったから、いろいろ本を出してもらってるんですけど、今のこう国家っていうところも含めて、いろいろとお話もありましたけど、もっとなんかこう、身近なベースでこう考えやすいトピックとかでどういったところを考えていけばいいのか、それこそまあ本とかのこういったところ参考になるよっていうのももちろんそうだと思いますし。はい、そこで出てくるのがこちらの本。なるほど。ミクロ経済学の力。まあ、力って上巻なんですけど、下巻買っちゃダメですよ。上巻買いましょう。で、これは公共財っていうミクロ経済学の章がすごくよく説明されてる本で、公共財っていうのは市場原理でお互い利益のために行動してたら絶対に維持できないよっていうことが経済学の言葉で語られています。これは絶対クリプトとか制度設計やる人は最初に読むべきで、インセンティブ設計で全てが解決できると誤解してしまうような罠から抜けることができます、この本。ただ唯一ビットコインと、まあ、一部のイーサリアム上のプロトコルだけ市場原理で公共的な金融機能を成立しているがゆえに、そこを考えるべき、深掘る。そこが基本で、そこから離れたインセンティブ設計は、基本的には悪臭であるっていうことがすごくよくわかる。だから、まあ何でしょう。相対性理論とか量子力学で、実験の結果、物質は波と物質の粒子の両方の性質を持っているってことが実験で分かったから、アインシュタインとか掘り始めたわけですよね。ビットコインっていうものを僕たちは観測して、営利目的の活動でも公共財の維持が可能なのかもしれないっていう事実があるから掘れるわけですよ。掘り方の基礎基本っていうのは身につけた方がいいっていうことですね、ここ。そして、これ有名な本、ロバート・ノージック、アナーキー国家ユートピー。まあ、国ってものの最小構成を考える本ですね。だから、ありとあらゆるものを全部ぶっ壊して、まあ、北斗の拳の世界にした後、国って勝手に生まれるよねっていうことを書いてあるんですけど。だから国は消えないんですよ。土地がある限り国は消える。だから DAO で国を作るときに、土地の根拠のない国を作るっていうアイディアがどれだけ妥当なのかを遂行するのに、これはすごくいい。他にもいろいろあるんですけど、この調子で紹介してきていいのかな。3000年記。これはリヒテンシュタインっていうヨーロッパの国の王様が直々に書いた本。で、3000年記っていうのは、まあ、2000年から3000年の間のことを言うんですけど、この時代における国家の在り方っていうのを王様自ら哲学して書いた本、めちゃくちゃいいです、これ。もう半ば、DAO の国家と同じことを言ってる気がして、素晴らしい本。ハンス・アーダンさんですね。で、最後、ストロング・デモグラシー。こっちはもう洋書版も買いました。もう亡くなっちゃったんですけど、ベンジャミン・アール・バーバーさんっていう人が、書いた本で、アメリカの政治学者。まあ、だから民主主義をすごいその熟議民主主義って言って、その僕が言ったように何千人かピックしてみんなで議論して決めるっていうのの正しいやり方を書いてる。だからまあ研究分野としてめっちゃ発達してるんですよね、この熟議民主主義。だから大事なのは既存のコンテクストとうまく接続してあげることで、ダオダ新しいんだじゃなくて、既存の熟議民主主義の議論ありますね、学会で議論されているけど、ここにこのシステムちょこっと入れたらめっちゃハマりますよね、この論調が大事だと思うんですよね、などなど、そういったものを読みながら日々過ごしています。ありがとうございます。面白い。ちょっと読んでみよう。全部動画の概要欄にも貼っといて。貼っときます、これぜひね。ちなみにこの中だと どれがそのブロックチェーンをこう興味持っている人が一番読むべきだと思う、今の中だとどれでしょう、こちらミクロ経済学の治療経済、絶対これ、インセンティブ絶対主義っていう罠に陥らないために大事。なるほど。ちなみになんかインセンティブ絶対主義っていうところ、まあ、簡単に言うとまあ入りやすいじゃないですか、インセンティブ絶対主義。一番ここで落合さん感じられたものって何
どういうところ、何でしたか。基本的にその性悪説のことを書いてるんですよね。自然状態だと人間はズルするんですよ、うん、フリーライディングできるなら従うし、共有地、誰の財産でもない土地があったら占領して自分のものにするし、コモンズの悲劇とか囚人のジレンマっていうゲーム理論の話とつながるんですけど、そういうその人間の汚い部分を結局徴税力っていう国の力がそうならないようにちゃんと維持してくれてるっていう構造が見えてくる、徴税っているじゃんって気づくんですね、うん、パブリックチェーンの思想とは異なるじゃんってなるんですね、うん、だからここの矛盾に気づいてからが本番なんですよ、ブロックチェーン。なるほどなるほどね。ちなみに落合さん、ちょっとさっき話してたその国を打倒化するっていう、まあ、具体的にはなんかそのさっきそれでソリディティも書いてるみたいな話だったんですけど、何かそのスマートコントラクトみたいなものを、今言った投票とかができるようなそのプログラムみたいなのを今作ってるんですか。どういう状況。ブログの中にリンク貼ってるんですけど、マスカレードっていうレポジトリあって、はい、書いててっていうか、それはショーン・アナーキーっていう僕じゃない謎の開発者が書いてる。なるほど、うん、まあそれ読めば大体の作りは分かるんですけど、基本 DAO としてその参加者が誰か分からないような DAO にお金集めて進めていく形態しか考えないつもりでいるんで、僕は。なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、って考えたら、まあ、DAO4N とかの試み全部 DAO として分散型で進んでいくし、うん、僕はその学校内民主主義がやっぱり一番今面白いと思って、若くて何でも吸収する若者に直接民主主義いいじゃんっていうのを知ってもらう、使ってもらう。ギガスクール構想つってインターネットパソコンが学校に配備されていくこの時代ですし、岐阜県の教育委員会は学生が民主主義学べるように校則を自分たちで変えるプロセスを明記しなさいって岐阜県は命令したんですよ。流れはあるんですよ、日本ですら。うん。海外はまして言わんやんですよ。うん。まあですからそこに対して、まあ、オプティミスティックロールアップ上で DAO を提供するとかすごい面白いと思うし、やっぱり普通のただの投票システムだけを作るって観念で言っちゃうと、はい、政体に投票するっていう仕組み自体を変えれないんですよ、発想として、うん、そうじゃない、政党会ってものがそもそもいらない、みんなで決めよう、うん、そっちの方が正しいスタイルだと思っていたりして。じゃあ今そういうところにいろいろブログなりを発表しながら、いわゆるそこに集まる、まあそれを一緒に開発しようとか有志の人とかもこう集まってきてるみたいな段階ってことですかね。基本的にはそのすごいやる気を持ってやってくれる人にここはこうした方がいいよっていうその補助線を引いていくっていう立ち回りを中心にしようと思って、うん、スタートアップと違うのはやっぱ DAO っていうのはムーブメントなので日本語圏以外にも広がるはずだし、うん、コミュニケーションと補助線っていうナラティブってやつですかね。ないしはその、うん、コミュニティのみんなと何が晴れで何が汚れなのかを共有するってことですよ、ね、そこがやっぱり中心なんでこのムーブ。自分で手を動かして晴れと汚れが何なのかっていうのをコミュニケーションするのをおろそかにするのは違うかなと思ったりしてて、落合さんに会ってからなんかずっと国をダオダオって言ってて、なんかこの間出版社をダオ化できないかなとか考え出したんですよ僕も。でその時に面白かったのが、それを考えるには現状をかなり分析しないとダメなんですよね、うん、要は現状理解がないとそれをでどこをダオ化してよくて、でもどこをダオ化しちゃうとこれって意味ないよなみたいなことが思考するのが結構楽しくて、だからあだからこれこの楽しさを落合さんはやってたんだなってこの間思いました、ね、なんかその改めてダオ化するのがいいか悪いか置いといて、それで構造理解が深まる、そもそもので、もしかしたら、あ、じゃあ、ここは今で中央集権でいいじゃんっていうポイントも残るし、なんかそういうことを考えたときに、まあ、壮大ではあるんですけど、なんか国をダオ化するっていうのも、10年、20年後には、なんかそんな違和感ない話のような気もするし、そういう議論はされていくだろうしっていう感じしますよね。そうですね。やっぱ、アイディアをインセプションしちゃえば勝手にやるんですよね、全部。話すことが大事なんですよ。ですから、出版社もダオになりますよ、いずれ。各業界のダオ化、分散化っていうのは、すごい、お話いただければ考えられるんですけど、うんうん、普段はどうしてもその重たいテーマ、一番難しいテーマばっかりやってるんで、この業界をダオ化したらどうなるみたいな無茶ぶりすぐ答えますか。いやでも本当にちょっと多分加賀美さんも気になるところだと思うんですけど、まあ出版って言いましたけど、あとはやっぱりメディアとかのダオ化なんかはめっちゃ興味ありますよね。いや正直私個人としてはいろいろ構想してるわけですよ、うんうん、そうですよね、事業者として。はい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 、私もこうコインポストを別にこう儲けたくてやってるっていうだけとかそういうわけじゃなくて、うんうんうん、こう業界のこう発展目線だったりとかその拡大したところでまた
新しいビジネスにつながればっていうところを中心に動いているので、うん、DAO とかでもっとこう一般の人が巻き込んで分散的に発展するメディアっていうのができればもっと効率的だし、そう、ね、かつこういった業界によりフィットしやすいと思っていて、うん、でそれこそこうどちらかというとインセンティブ設計をするよりで考えたらさっきの落合さんの言葉とかすごいこう刺さった部分もあったりとかして、うん、いやメディアとかもよくフィットしやすいと思うんですけど、なんかステークホルダーだったりとかビジネスサイドのに寄りすぎると選択する側のリテラシーだったりとかそういったところの依存っていうのが最初の部分で想定できないとか、うんうん、個人的にはすごいハードルを感じたなと思ったのとか。アイデアがあります。コインポストトークン用意するじゃないですか、はい、で僕とかその星明夫さんとか極度妄想君とか、まあ、ある程度喋れる人がそのコインポストトークンをまずスマートコントラクトにロックします。すると あるニュースがパンと入ってきたときに僕たちは予測市場のようにこのニュースはフェイクか否かこれを言うんですよ、うん、でフェイクか否かの判定って最近技術が進んでて情報の広がり方を見ると同心円状に広がるとフェイクじゃない可能性が高くて情報の出所の円が複数あるような広がり方をするのはフェイクである可能性が高いとかあるんですけど、うんまあ、そういったモデルをいろいろ駆使して事後的にはいじゃあこれはフェイクでしたこれはフェイクじゃなかったですって判断つくんですよ。オラクル情報としてオンチェーンに入ってくる。それが速報に対してこれはフェイクだって言って間違えた人は供託が奪われ、これがフェイクかどうかっていう速報判定みたいなものを知りたい人は定期購読じゃないけどある程度その月々300円で払わなきゃいけない、うん、JPYC でいいですね。これはでこの JPYC のうちの 15% とかがプールされてってこのプール分からそのコインポストトークン保有者に配当が配られている。コインポストの速報フェイクニュース判定機みたいなところに対するもっと購読者を増やそうっていうインセンティブがみんな整うんですよ。フェイクニュース減らせるみたいな話とかずっと僕は一回これ白田さんに話したんですけど、うん軽く流されてた気がするんですけど、いや流してる、いや僕はでもそれスピードをどう担保するかかなとか思ってた。そこでもなんかそこは議論したくて、要はニュースって早く出した方が知れ渡るし価値があるので、なんかそこの何ていうんですか、そこを通す速度の問題はなんか考えないとダメだなって思った。ああでもそれって結局そのうぞうむぞうのニュースがパン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 出てるのを誰かがピックするってことですよね、うん、専門家がチェックしてどんどんそのこれはチェック済みみたいなのがついていくわけです。それをまさに今その CP で今一番新しく最新でやってる事業がキュレーション系なんですよね。キュレーションの認識化の部分で、もう別に CP みたいな機能っていうのはどちらかというと将来そういった専門家が判断できるようになった状況下ではむしろそのまあもうジャーナリズムに寄っていくような動きになってくるのでメディアとして、そうですね、そのそこのその表面上じゃ判断できないところに寄っていくと思うんで真相の方ある意味でもそこの部分はもっと効率化できるなと思って、そこちょっとやって、事業としてやると。これ出てくる話はニュースピックの講座みたいな話が出てくる。いや、出てくるね。いや、それ話したんですよ。ちょっと落合さん、僕ですね、ちょっと次の、次の会食があってですね、一回ここで僕だけ中座してもいいですか。すいません。お会計は僕しとくんで、この。いやいや、ちょっと話、また、そうですね。設楽さんまた忘れて。それか、じゃあ、あれですね、加賀美さん、でもちょっとこのメディアとか、別枠で話してもいいですか？これちょっとやりたいですね、うん。ちょうど私個人的には本当に事業としてやってるやつなので。そう。だからちょっと、またバーに落合さん第2回来てもらうのもありですし、はい、ちょっとこういう話で、メディア以外もね、いろいろ僕ぶつけたいことあるんですよ。なんかブロックチェーン使えないの？ DAO できないの？だからちょっとね、定期的に落合さんにはこう、またコネクティービューでもいろいろご相談できればと思ってますが、今日はすいません、ちょっと僕は次のバーに行かなきゃならないんで、このお会計はしとくんで、はい、ここで抜けます。はい。じゃあ、落合さんすいません。まあ、こういうのもバーっぽいですよね。うん、はい。お先に上がるということで。はい。お先に上がります。はい。じゃあ、すいません、失礼します。はい、どうも。次回、そうですね、このメディアのところ話したいなと思ってて、結構本当にこの業界フィットすると思うんですよね、個人的に。いろいろ考えていく上で。ということで、ちょっと今日は、設楽さんが先に退店されたということで、クリプトバーはちょっとフランクな動画の、まあ、配信内容になるんですけど、まあ、こういった今回の気になったトピックとか、あと、ちょっとワンテーマですね、ちょっともっと、ユーザーのとかこう視聴者の方も分かりやすいように、まあ、こういったものが分散型になったらどういうふうな世界観が生まれるかみたいなとか、そういうなんかワンテーマごとで切り取ってなんか落合さんのお話できるとなんかより視聴者の人も面白いトピックになるんじゃないかなと思うので、ぜひなんかそういったところも動画としてなんか
ご一緒できますと私たちも嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。視聴者の皆さんのリクエストお待ちしております。なんか最後落合さんからメッセージとかありますか？ Web3 はどんどん広がります。そして日本人っていうのは基本的に何かを自分から生み出すことよりもそこにあるものに適応することの方が得意な民族です。 Web3 と日本人っていうのは僕は相性がいいと思っています。だから変に絶望することなく楽しんでやっていくのがいいかなと。ありがとうございます。本日こちらでクリットバー終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。